東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員、コピーライターの木村明です。岩田純平さんの第3回目です。ルーツのお仕事の、競合に勝たれてからのお話を伺おうと思います。はい。はい、タレントさんを使ってシリーズというか続いていきましたよね。はい、そうですね。はい、坂口さん。はい、坂口さん最初でしたっけ。そうです。それは電通の提案だったんですか。あ、そうですね。坂口さんは何人かいる中の、一人で、ちょっと誰を提案したかも忘れたんですけど、坂口さんがまあとりあえず一番メジャーであったことは間違いなくて、もう坂口さんしかいないだろうっていう話で決まったような気がします。坂口さんで漫画広告。あ、そうです、まあ、最初漫画じゃなかったんですけど、なんか 表情だけだったりとかして、はい、でフレームが漫画になって、で漫画で吹き出しになってるだけで、まあ、表情があるっていうのもあるんですけど、割と何入れても面白いねこれって話になってきて、同じでコピー違いとか。そうですね、だからもうコピーだけで、出すのって割と限界があるっていうか、そういうのっていっぱいあるので、ちょっとやっぱ体裁を変えていかないと新しく見えないっていうのがあって、で漫画の吹き出しになってて表情がついていると、そこでちょっとギャップを作ってあげるという、まあ一つ、なんだろう、面白みがあって、で言ってることがちょっと共感できたり、まあ、逆に共感できなかったりのツッコミの部分でもいいんですけど、なんでちょっとなんか、なんでしょうね、あのジャブをいっぱいかましていくうちに、だんだんこう見てる人の心の壁が軟化してきて、スッと入れるようになるってなるじゃないですか、はい、まあ、みたいなところをやっていこうかなっていう感じです。なんかすごく CM もいろんなシリーズがあって、グラフィックもいろんなシリーズがあるんで、はい、ものすごく拘束時間が長かったのかと思いきや、そんなこともないですよね。そのタレントさんとしては、タレントさんはそうですね、普通の一日撮影して、あ、はい、そうですね、ものすごく見たっていう感じがするんですけど、うんうんうん、それは多分同じ写真で違うコピーとかって、うんうん、そうですね、たくさん当たっているので、そうに感じる、はい、CM はまあ普通の時間で撮ってると思うんですけど、グラフィックは本当にもう顔しか撮ってないぐらいの話だと思うんで多分そんなに時間が割いていないはず、はい、僕撮影一回も行ってないような気がするのであ、そうなんですね、分かんないですけどなんか男性だからちょっと違うかもしれないですけど、レタッチって大変だったりするじゃないですか。あ、タレントさんを使うと、そうそう、ね、だからもしシリーズとかで何枚も撮りましょうって言った時に、そうどうすんだよレタッチみたいなことってなっちゃうんで、うん、その1枚でコピーが違うっていうのってもすごく、うん、そういう意味でもいいのかなと。そうですね、なんかもともとなんかいろいろやりましょうっていう枚数というかバリエーションで世の中を驚かしときましょうねっていうのがあったので、まあ、そこから割と逆算する感じで、どうやったらバリエーション作れるかなから始まったりもするので、この辺は割と計算されてたのかもしれないです、はい、で坂口さんの後、あのいろんなタレントさんの名前で出るみたいな広告。ああ、そうですね、はい、ありましたね。プリンセス天功さんとか、はい、三谷幸喜さんとか、はいはいはい、そうです、そうです、まあ、あの辺の方々は本当に、まあ、三谷さんと最初の中村徹さんはこちらで契約した感じだったんですけど、はい、まあ、ツークールだったかな、うん、他の本当に天功さんとかは本当にその電車の額面に1ヶ月っていうか、まあ、ケース期間は1週間ですけど、はい、その1週間だけ名前貸してくれっていう感じのお願いをして回ってたんで、
まあなかなか OK くれる人なんていなくてちょっといくらでお願いしてるかは分かんないですけど、はい、多分まあまあ本当にビビったるお金でお願いしてると思うんですよね、はい、契約ではなくて名前貸してくれるって、まあ、契約なんですけど、まあ、まあ契約ですけど、まあ、そうですね、そんな撮影もしないし、ビジュアル使ってはいないです。ビジュアル使ってはいないですね。名前を出すだけです、はい、名前だけ。土屋アンナさんのところも名前、土屋さんとあのいや、あ、な、あの額面は名前だけだけど、土屋さんと加藤浩二さんは、普通に契約してたんで CM があったですね。でまあそうですね、その年の後半は、前半はそういうことで苦労しすぎて、はい、もうこれダメだねと結局仕組みが、はい、この仕組みはねダメだよっていう話になりまして、今土屋さんと加藤さんで回していったっていう、はい、気がします。あ、そうですね、その時のまあどっからかな、その年の頭ぐらいからかもしれないですけど、まあ、ルーツは香りがいいんだってことを言いたいと、はい、まあ、大体あの、香りがいい缶コーヒーっていうのと、メジャーになりたいっていうのと、はい、2つの大きなテーマがありまして、はい、大体時代によってそのどっちかにこう天秤が触れたりとかしていきながらこう進んでいくので、まあ、最初の1年2年坂口さんでやった頃はメジャーになることがまず先決である、はい、でそのうち今度は香りも言わなければいけないのである、はい、その繰り返しですね。僕8年間ぐらいルーツ担当させていただいたんですが、はい、まあ、本当にその繰り返しの歴史であったと。そのシーソーは担当者の方も同じだけどどっちかに傾いたりするんですかね。ああ、そうですね、まあ担当者の方というよりも、まあ、世間の状況とか、はい、会社の状況であったりとか、はい、あとまあ競合他社の状況が一番大きいのかもしれないですけれども、まあ、その辺をこう鑑みながらやられていたんだと思います。タレントが松田さんになってからまた急にちょっとかっこいいトーンの。そうですね、その時はもう香り、時代の一番の香り時代が来たという時で、はい、でその時はですね、もう本当に香りのことを言ってくれっていう話で、社内競合になったんですね。それは社内だけ競合。その時は社内だけでした。社内競合になりで、まあ、もうルーツ飲んでこうのことは一回忘れてねって話だったんで、じゃあ忘れましょうっていう忘れたんですね。忘れたんですね。でもそんな豆をずっと見せたからって美味しく見えるかっつったらそんなことないだろうっていうのは、まあそれはあのお得意さんも理解されてくださって、はい、でまあ僕らがその時にやりたかったのは、なんか昔のウイスキーの広告って別に何を言ってるわけでもないけど、まあ、飲んでる時の気分とかを、まあ、訴求してるんだと思うんですが、まあ、そこ美味しそうに見えますよねっていうのを缶コーヒーでやればいいんじゃないかなっていう話をして、まあ、つまりその CM 自体あるいはグラフィックの広告自体がもうそれを見た瞬間になんかもう、あ、この缶コーヒー飲みたいなっていう風に見えればいいんじゃないかなっていうような、それが一番のシズル広告なんじゃないかというようなお話をしたりなんかしたんだと思います。はい、で、またタレントさんが時代が変わって竹野内豊さんになって、はい、そうですね、でそれでも前を向くのシリーズ始まって、はい、やっぱり CM はやっぱり CM プランナーさんと協業されるっていうスタイル。いや、もうほとんど CM は伊蔵さんにまあ、任せきりというか、まあ、なんか僕も伊豆さんも割と多分そうだと思うんですけど、あんま人にいろいろ言われると面倒くさくなっちゃうタイプなんですよね多分。なるほど。だからなんかこうみんなでワイワイやるのが得意な人もいれば、ね、職人みたいな人もいるじゃないですか、はい、割と多分みんなが職人みたいな感じなのか、多分それでやってもやっていけるなのか分かんないですけど、はい、なんでもう CM は伊蔵さんが、一人で考えると、はい、でまあもちろんあの打ち合わせとかでこう、はい、今回こんな感じで考えましたみたいなこう、はい、まあ、コピーをコピー CM は CM で見せ合いながら、
なんかここはこうした方がいいんじゃないですかねみたいなことを言ったり言わなかったりして、はい、プレゼンはすると。最初その時はそれでも前を向くが決まった時も多分社内競合だったんですけど、まあ、その時はオリエンが割とルーツ飲んでもう一回やりたいぐらいな感じのオリエンが来たんですね。時代がポジティブになった。そうです、時代が割とあの香り香りじゃなくなってもちろん反動が来たんですね。またちょっと香り言っててもあんまり売り上げが伸びてる感じがしないなというような多分ことがあって、ね、もう一回メジャーになる路線を取ろうと話になる。でその時に、まあ、ルーツ飲んでこう再びみたいなことやってもいいんだけど、ちょっともうちょっと何か考えた方がいいよねって話になって、でその時に伊藤さんが発明したのが、はい、落差があればあるほど人はへこむっていう、はい、だから一回持ち上げて落とした方が人はへこむから、その構造をまず CM で作ったんですね、はい、でもあのその時の社内競合の課題が CM だけだったので、グラフィックではあの判断しませんぐらいな感じのオリエンが多分来てて、なんでまあとりあえず磯部さん頑張ってと僕ら祈るばかりなんですけれども、そういうの考えてくださりで、それでまあ一応勝ちまして、でグラフィックもそろそろ作んなきゃねって話になって、で無責任な営業が「磯部さんこれあのグラフィックでもこれでお願いしますね」みたいな話になり、グラフィックって1枚しかないじゃんとか思いながら、でもなんかその営業別に僕好きな営業なんですけど、それって何だろうねとかこう普通に話しながら、100点取ったけど1000点満点だったとか、ラブレターを渡されて喜んでたら他の人に渡してくれってやつだったとか、そんな感じかな、上げて落とす、あそうそうそう、あでもそれって意外とできるのかってことになり、またシリーズ作れます。そうですね、作れそうだなってことになって、でいろいろまあ考えてるうちに、なんかこれ割といっぱい作れそうだぞってことになって、でいっぱい作るにあたりですね、はい、すり分けなきゃいけないじゃないですか、当たり前ですけど、はい、でもすり分けるのって結構お金がかかるので、はい、でもそれを、例えば今 CMYK で4版あるのを文字は全部墨にして白地に乗っければ、CMYK の K だけを差し替えれば、はい、いけるんじゃないかっていう話になって、はい、で印刷屋さんとも相談したりとかして、はい、でそうすればまあ何度かいけますという話になりっていうような感じです。 AD の工藤翔子ちゃん、そうそう翔子ちゃんが頑張ったという、発明というかイノベーションというか、イノベーションみんなにやいや言われながらこう工藤ちゃんも頑張ってくれるというですね、あってシリーズが、ね、はい、あともちろんあの JT さんがクリエイティブにすごく何でしょう、心、そうですね、理解がありまして、で多分他のキャンペーンに比べると制作費の割合高いと思うんですね、そういうこともしちゃってるんで、はい、お金かかんないなりにやっぱかかってるので、でもそこはちょっとでもちょっと制作費かけても、その方が話題になるしキャンペーンとして広がるから結果的に得なんじゃないかって話になって、まあ、やってくださったと、すごくありがたい話です。ルーツの交通広告に書き下ろしや未公開コピーなどを加えた岩田さんの新刊それでも前を向く、2015年4月発売です。こちらもよろしくお願いいたします。コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。